ティルタウンプル寺院の木浴場、ティルタウンプル寺院は、インドネシアのバリ島中部にある、バリヒンドゥ教のお寺で、聖水の寺院として知られている。インドネシア語を英語読みにして、ティルタエンプル寺院とする例もある。バリのワルまでは王朝に建設された寺院で、バリ島内に数ある寺院の中でも由緒あるもの。泉から聖水が豊富には切れて、ここは木浴場として有名で、ティルタは、 水の意味で、うんぷるは、聖なるの意味である。寺院内には、この聖なる泉と、そこから清水を引き込んだ、木浴場には左側に二十の水の出口、右側に十の水の出口があり、全身を水に沈めて、木浴をする。この奥にさらに建物があり、僧侶の前の地面に、グループで座り、祈りをしてもらい、最後に清水を刷けで頭からかけてもらって、 額に米粒をつけてもらう儀式をするところもある。ティルタウンプル寺院に向かって、左側の丘の上に、スカルノ大統領が1954年に訪問した際に建てられた別荘があり、現在は政府用人のレストハウスになっている。寺院の入り口前には二筋の門前商店街があり、様々なものを売っている。昔、インドラ神がこの泉を湧き出させて、 他の神々を生き返らせたという伝承が残っている。過去観光客の訪問が制限された時もあったが、現在は観光客の訪問も、境内での写真撮影も問題なく、奥の院の広場でのグループ離島にも参加できる。ティルタウンプル寺院の伝説ティルタエンプ、リットル寺院の案内ティルタウンプル寺院で目浴を観察。ありがとうございます。